はい、では今回作るヘッドスクイーズの材料を紹介していきたいと思います。でまずはこちらの、ダイソーで買いました。こちらの、スポンジですね。このスポンジは、化粧用の、このような形のスポンジになります。こちらとあとアクリル絵の具とあとこちら木工用ボンド、あとはこちらのガラス絵の具を、結構使うかなと思います。で、あとは、ちょっと加工の時に、キーホルダーのパーツなどもちょっと使うかなと思います。ではこちらは、結構たくさん入ってるんですけど、こちら2種類の色のスポンジが入っています。でこれは、水を含むと柔らかさ密着度アップでちょっと大きくなるみたいなんですけど、これはこのまま使いたいと思います。で色がねすごい綺麗っていうか可愛いなと思いますね。はい、結構弾力のあるメイク用スポンジになっています。ではこちらを使っていきたいと思います。でこちらは今回は、カットなしのものなので、このままカットせずにやりたいと思います。カットをねしないってなると結構 楽というか嬉しいですよね。ではまずはこちらのね木工用ボンドを使いたいと思います。こちらを全体にまず塗っていきます。で木工用ボンドは手で塗らないで筆などで、塗った方がいいです。私はちょっとこのまま塗っちゃいます。はい、ではこちらが完全に乾きました。そしたら今度はアクリル絵の具の白を使います。こちらを全体に塗っていきます。ではこちらが全体にアクリル絵の具の白を塗り終わりました。そしたらこちらに、これからイラストを描きたいと思います。今回は、韓国っぽい牛乳パックを作りたいので、ちょっと韓国っぽい感じの可愛らしい牛乳パックをイラスト描いていきます。使うのはアクリル絵の具と、あとカラーペンを使いたいと思います。はい、ではこのような感じで、こちらとこちらの、絵の方がね描き終わりました。
で、こっちはちょっとなんかいちごミルクみたいな感じで、こっちはちょっと割とシンプルで、なんかちょっと大人っぽくて可愛い感じの、くすんだパープルにしてみました。ではこちらを、今度は色が塗り終わって乾いたので、もっと可愛くするために、持っているラメで大丈夫です。こういうの100均で売ってるんですけど、こちらのラメを使ってデコレーションしていきたいと思います。はい、ではこちらの、縞模様の方の輸入パックはこちらのラメを使いたいと思います。で、使うときは木工用ボンドなど、貼り付けられるものなら大丈夫です。ここはお好きなようにやってください。で、こちらの、いちごミルクの方は、こちらのちょっと粒の大きめのこちらのピンクのラメを使いたいと思います。では乾いたら、こちらのガラス絵の具の白を使いたいと思います。はい、ではこんな感じで周りのガラス絵の具が乾きました。そしたらね、こんな感じで肌触りは結構この時点でもプニプニしてるかなと思います。で、このままでも可愛いんですけど、今回はちょっとリアルっぽくしたいのでこちらの、後からちょっと作ったんですけど、お湯丸の方でこのストローみたいなものを作りました。で、これはお湯丸をね、一緒にねじって作った感じになります。こちらを今から刺していきたいと思います。先にボンドをつけてこちらを刺します。こんな感じです。で、これは長さをハサミで調節します。こんな感じです。で、あとこちらをキーホルダー加工にしたいので、こちらの Q ピンを使って、こちらを接着します。はい、で、こんな感じで、キーホルダーのパーツをつけてみたら、こんな感じですね。なんか結構雰囲気出ていい感じにできました。はい、でね、今回はこちらの、100均で売っているこのスポンジの、なんだっけな、素材が、すいません、ポリウレタンのスポンジを使った、スクイーズになります。で、肌触りはとてもね、もっちりしています。で、ポリウレタンなので結構キメが細かいので、とてももっちりしたような肌触りのスクイーズになりました。で、上にガラス絵の具を塗っているので、なんか触り心地がとてもなんかグミのような感じのもっちりした感じに仕上がりました。で、他にもこのような感じで色合いを変えるだけでもいろいろなスクイーズが作れるかなと思います。で、今回はこんな感じの韓国の牛乳パック風の可愛らしいスクイーズが作れてよかったです。こんな感じで化粧ポーチとかにつけても可愛いかなと思います。はい、ではこんな感じです。今日は100均の材料だけで作った可愛い簡単な韓国風の牛乳パックのスクイーズの作り方を紹介しました。よかったら試してみてください。はい、では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。
バイバーイ。